今年で阪神甲子園球場が100周年を迎えます。感謝を、伝統を、次の100年へ。僅差だったんですかね、はいはい、まあまあずっとゼロで行ってて、ブランコ選手ですかね、にホームラン打たれて、はい、ベイスターズ、はい、でそれで追いつかれてしまって、はい、勝ちが、ね、自ら逃してしまったんで、なんかそんな試合だった記憶があります。オープン戦で1回投げたんですけど、はい、そっちの方がなんか教えんだみたいな感じで、はい、その時はそういう気持ちだったんですけど、そのシーズン入ってからはなんか特になんか覚えてることないですか。やっぱり去年のリーグ優勝したのがやっぱり一番今のところ、はい、思いになりますかね。でまあ、もう勝った、優勝したとは思ったけど、一応取るまで何が起こるか分からないということで、ちょっといつ喜ぼうと思いながら、高いフライを眺めてました。まあね、そんな、まあ、ピッチャーというのもありますけど、そんな派手なことはできませんので。まあ、その時その時ベストを尽くして、はい、まあ、しっかりと仕事を果たしてマウンドを見れるような姿を見せれたらと思います。私にとって阪神甲子園球場とは自分のパフォーマンスを最大限に発揮できる場所です。